米国最古の大学、ハーバード大学マサチューセッツ校科、大学アメリカ合衆国の高等教育は、中等教育に続く過程であり、1965年高等教育法を根拠として実施されている。公立大学、私立大学、リベラルアーツカレッジ、コミュニティカレッジなどが存在する。米国の25の64歳人口においては41%が、 S, S とマイナス5レベル以上の高等教育を受けていた。米国の高等教育機関には2100万人の学生が教育を受けており、これは全人口のおおよそ5.7%に該当する。うちおおよそ1300万人は全日制で授業を受けている。2015年時点で、米国には4726校の学位、授与機関があり、うち3 2 6校は4年制。 1700校は2年生であった。それ以外にも教育機関の認定は民間のアクレディテーション機関によってなされるため、非認定大学や非認定学位なども存在している。設置体系はそのほとんどが州立大学または私立大学である。国立大学は軍事学校及び公務員学校のみであり、一般向けの大学ではない。コミュニティカレッジは 進学準備のためのプログラムとしてアソシエート学位を付与する。加えて職業教育と技術訓練も提供している。コミュニティカレッジは通常地元の州立大学やビジネス界と強い結びつきがあるため地域社会のための学校と呼ばれることもある。こうした関係からコミュニティカレッジのカリキュラムは将来の学業での成功。 内緒は卒業直後の就職に向けて学生に準備させるよう作られている。ユニバーシティとは研究志向の教育施設であり、学部レベルと大学院レベルの両プログラムを提供する。しかし歴史的な理由により、一部の学校はカレッジの名前を残したままとなっている。大学院プログラムは様々な修士号、博士号を提供する。 しかし、ユニバーシティであるが、教育内容が不十分な大学院もあるため、その水準は、カーネギー・高等教育機関分類などによって、識別されている。いくつかのユニバーシティは、プロフェッショナルスクールを設置しており、例えば、ロースクール、ビジネススクール、メディカルスクールなどは、JD、MBA、MD などの専門職学位を発行する。評価の高い大学グループには、 IB ーリーグ、リトル i b ー、セブンシスターズ、パブリック i b ーなどがある。カーネギー高等教育機関分類とは、カーネギー教育振興財団が定義した高等教育機関分類である。米国の奨学金は返済の義務がない給付制であり、対応するものは学生ローンと呼ばれる。非常に多くの奨学金制度があり、成績優秀者など能力に応じて給付される。 メリット型と低所得世帯が優先のニード型に分かれる。人種、性別、国籍、専攻科目など限定付きも多い。一流大学ほど学費は高いが、そのような大学ほど奨学金の種類も多く、学費と生活費が全額カバーされることもある。最も有名で名誉ある奨学金制度の一つに、ナショナルメリットがある。2005年度は、 全米2万801高校から約130万人が SAT 準備テストを受験し、優秀な成績を収めた約3万6千人が推奨者となった。次に各州で異なる合格点で足切りを行い、全米で約1万6千人の準資格者が選ばれた。高校の成績、SAT の点数、課外活動やボランティア活動、校長の推薦上、 小論文といった一年がかりの書類選考を経て、毎年大部分の準資格者が、ナショナルメリットファイナリストとなる。ファイナリストの内メリット奨学金を受けるのはたった2500人程度で、賞与額も2500ドルと低めだが、ファイナリストは多くの大学が奨学金授与の第一候補としている。またボーイング、ロッキード・マーティン、ファイザー、ダウ・ケミカル、 UPS など大企業や財団から一定の条件下で奨学金を受けることができる。ファイナリストであれば、州を含めあらゆる制度から奨学金を受けやすく、複数の奨学金を受け取るものも多い。3000名の成績優秀者リストに掲載され、メリット奨学金のお墨付きで全米の大学に推薦してもらえるという、隠れた特典もある。リストに載らずとも、ファイナリストであれば、 志望大学に入りやすく、複数のファイナリストを出した高校は、一流高校とみなされる。メリット奨学金には、ファイナリストになれなかった優秀者の中で、スポンサーの基準にあった約1500名にも、特別奨学金を与えるという、敗者復活戦がある。また、アフリカ系学生には、ナショナルアチーブメントという別枠が設けられ、メリットと同時に、 アチーブメントでも奨学金選考を受けることができる。軍隊から奨学金を支給されて大学に通う学生もいる。入隊前に進学するプログラムと、入隊中や退役後に進学するプログラムがある。前者は、軍事大学に通う、あるいは、一般大学の士官候補生団や、予備役長校訓練課程というプログラムに入り、 在学中から訓練を受け卒業後に兵役に就く。すでに軍に入隊している者は、福音兵援後法により在役中あるいは除隊後に、奨学金や学生ローンを得て進学する。こういった軍と関わりを持つ学生たちの入学試験は、身体、運動能力テストを除けば一般大学と変わらない。しかし入学後の身体鍛錬、軍事科目と専攻科目の両立、 実に演習など非常に過密でハードなスケジュールに耐えられるだけの肉体と周りの誘惑に負けずに軍隊規律に従えるだけの精神力が必要である。彼らが軍関係の深度に進む主な動機は職業軍人になるためパイロットや看護婦など安定した職につける教育と経験を得るためそして奨学金を受けて学位を取るためである。米軍には 海軍戦略大学、空軍大学、陸軍式爆僚大学、国防大学といった高等教育機関があるが、これは優秀な軍人と軍の機関に勤務する民間人のみを対象にしており、一般学生が受験することはできない。海軍士官学校の卒業式。帽子投げの伝統はこの学校から始まった。IB リーグがアカデミックのエリート校なら、将校を養成する。 軍隊アカデミーは軍隊のエリート校である。陸軍、海軍、空軍、沿岸警備隊それぞれに1校ずつあり、国立の4年生である。学費は国が負担するため無料。モラル意識が高く、知力、体力、身体、精神面すべてにおいて、トップレベルの学生のみが入学を許される。独身のアメリカ市民であることが前提。副大統領、上院。 会議員の推薦状を勝ち取ったものは非常に有利である。特に歴史の古い陸軍士官学校と海軍士官学校は最難関校である。士官学校にもプレップスクールがある。士官学校に条件付きで入学できた人間を教育、訓練して士官学校に送り込む機関であるため、直接プレップスクールを受験することはできない。例えば、アメリカ海軍プレップスクール。 通称ナップスの学生は、ナップスターと呼ばれ、ナップスでの修行期間を経て、海軍、海兵隊、沿岸警備隊いずれかの士官学校へ入学する。すでに軍に入隊している者には、GI ビルという福井運兵の援助を保障する法の元に恩典が与えられる。奨学金及び低金利学生ローンもその一つである。高卒以上で名誉除退の条件を満たす者のうち、 満期退役した者、長期間勤めている者、軍の都合で早期除退させられた者、国際紛争や戦争で出兵した者に資格が与えられる。これらの軍人の扶養家族も同様のサービスを受けることができる。給付期間は在役期間と軍役中の国際情勢で異なる。米国は世界で最も外国人留学生を受け入れている国である。 ユネスコによれば米国は世界における留学生の16%を受け入れているという。2008から9年においては67万1616 16人の外国人学生が米国のカレッジで学んでいる。2010-2011年における留学生受け入れ数は72万3277人に上り、最大の出身国は中国からであった。ありがとうございます。